自己紹介から、はい、今日は、俳優コースの1年生の小林くんに来てもらいました。自己紹介お願いします。はい、俳優タレントコースの小林です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はね、小林くん、授業の中で、あ、今ちょうどチャイムになりましたけどね、休憩時間入っちゃいますけども、気にせずにチャイムの音を楽しみながら、はい、将来の目標をお願いします。中心的に活動したいんですけど、役者業だけではなく、音楽、さまざまなことでも活躍できるような役者になりたいです。はい、結構横顔いいですね。ありがとうございます。はい。縦にこうして映しながらしてこういうのって結構あんまない映像ですよね。これいきなりこう横から映してたの、縦映しというか、ね、こうでまた横に戻していきましょう。はい。特技教えてください。特技は高校時代に軽くですけど手話を習っていって、まだ完璧ではないんですけど、指文字なら全て話せます。はい、ありがとうございます。じゃあ小林くん、最後に意気込みを、この学校で、はい、意気込みお願いします。はい、演技経験などは全くありませんが、どんな活動も全力で取り組んでいきたいと思っています。はい、そのために学校来たんだもんね。はい、頑張りましょう。じゃあ最後ちょっとどんな顔してるか、こんな顔でした。さよなら。